では改めて自己紹介をお願いします。はい、ザキミ婦人会の山口美香といいます。第49回になる沖縄県婦人連合会の婦人の主張という大会に出ました。で今回またいただいた賞があるということで、隣にも賞状がありますが、改めて教えてください。琉球新報社長賞をいただきました。すごいですね。が、まあ、どういった思いから、そのどういった内容を伝えたという、ちょっとそちらを教えていただけますか。私ザキミでヤンチムニャを作る方の仕事をしてまして、それでちょっとずつ作りながら、少しずつ収入は少ないけれども娘さんになんとか育てているというその生活の話をしてですね、そんなにはたくさんは稼がなくても、少しずつそんなに何て言うんですかね、惨めな生活じゃなくて、低収入低消費で楽しく暮らしてますよっていうことをこう話したいなと思って、はい、これ受賞した時の気持ちっていうのはいかがでしたか。ザキミの婦人会のお姉様方や、そんな婦人会の方がもう村の大会の時も中上の大会の時もとっても応援してくださってて、中央大会にも応援に来てくださってたので、皆さん来てくれた皆さんにがっかりさせずに済んでよかったなと思いました。ちょっとホッとしたんですね、はい。